おはようございます。それではただいまより総務村に委員会を開きたいと思います。よろしくお願いいたします。本日矢部委員は欠席でございます。それでは本日の会議録署名委員に唐沢委員と春川委員を指名いたしますのでよろしくお願いいたします。本日の委員会でありますけれども、昨日7日に本会議場で議案説明が、それを受けて委員会から追加で説明を求めた事項、あるいは議案説明の際に触れられなかった事項などについて当局から説明をしていただきます。日程でございますが、まず市民生活部から、続いて総合企画部、財務部から説明をしていただきます。本日は消防本部所管の議案説明はございません。なお質疑討論採決については12月17日の日金曜日に行います。まず議第106号平成27年度一般会計補正予算括弧6号のうち歳入全巻歳出の所管部分並びに第2表について、二巻総務費、一項総務管理費、11種目市民活動振興費、消費者対策事業について説明を求めます。市民生活部長。市民生活部長、おはようございます。おはようございます。それでは今回一般会計補正予算に計上いたしました消費者対策事業につきまして、担当の市民活動支援課長より、ご説明させていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。市民活動支援課長。市民活動支援課長、おはようございます。おはようございます。それでは私の方から市民活動支援課所管部について、ご説明させていただきます。補正予算書20ページ、21ページをお開きください。また今日お配りさせていただきました通話録音装置普及促進事業にかかる補正予算説明資料をご覧ください。 A4 の1枚になります。それでは二貫総務費、一項総務管理費、11目市民活動振興費003-001消費者対策事業費50万円の増額は、特殊詐欺悪質商法等の被害防止対策として通話録音装置が有効なことから65歳以上の高齢者世帯、日中高齢者世帯を含みと考えておりますが、を対象にモニター事業として無償対応したいため新潟県の補助を受け市で購入したいというものであります。お配りしました資料の裏面をご覧いただきたいと思います。横になって、特殊詐欺悪質商法等の被害防止対策の必要性をご覧ください。これは新潟県の資料でありますけれども、左側の丸1、特殊詐欺悪質商法被害の現状の20丸、特殊詐欺被害件数は関東甲信越10都県で今年の6月末で新潟県がワースト1位というふうになっております。その中でも高齢者の被害が多い状況になります。また下の20丸悪質商法被害においても2年連続約500件の増加で、こちらも高齢者の被害が多い状況となっております。これまで、この中の丸に真ん中になりますけれども、県の対策といいますか、現状の対策として、一番ソフト対策として、高齢者等が騙されないような啓発事業を行うとともに、2番のハード対策として、犯人の電話をシャットアウトする対策として、昨年、平成26年度に通話録音装置の有効性を検証するため、全県下で180台のモニター事業を行いました。通話録音装置とは、電話がかかってきたとき、相手に対して振り込め詐欺と防止被害、特殊詐欺と犯罪被害防止のため、会話は内容が自動録音されますと警告音声を発生し、通話を自動録音する装置です。オレオレ詐欺などの電話口の犯罪行為に対して、警告音声と自動通話録音の機能で犯罪防止、抑止、
防止することが期待できます。通話録音装置事業のモニターアンケート結果では、不審電話がなくなったもしくは回数が減ったと回答した方が 80%、 装置を設置して安心できたが 94% と通話録音装置の有効性が認められました。先ほども申し上げましたが、新潟県では、県における特殊詐欺等の被害が多いことから、新たな対策を講じる必要があるとし、今年9月補正で、新潟県消費者行政推進事業等補助金を創設しました。具体的には、全県下に通話録音装置を広く普及させたいとし、市町村が平成27年度事業として、通話録音装置普及促進事業を実施した場合に補助するものです。これにより、通話録音装置が犯人の電話をシャットアウトする直接的な効果と、新規事業による広報が被害防止意識の啓発につながる効果を期待するものであります。改めて、資料の表面をご覧ください。新潟県の事業を受け、当市では、消費者被害の防止、啓発及び装置の普及促進を目的に、通話録音装置を高齢者世帯に対し、モニター事業として無償貸与をしたいというふうに考えています。補正額の内訳は、消耗品として通話録音装置購入費49万5千円と、装置の発送費用としての通信運搬費5千円、計50万円であります。対応機種は、レッツコーポレーション製の振り込め詐欺見張り隊新117を予定しております。これは新潟県が昨年行ったモニター事業の機種と同一機種であり、約55台を購入する予定であります。県における機種選考にあたっては、高齢者の使用に最も適し、普及にあっては価格的にも廉価でかつ実績のある装置を選定いたしました。具体的には機能面について3つの要素を考慮した、しました。1つ目は、高音質で長時間の録音が可能な通話録音、警告メッセージ、着信拒否など複数の有効な機能を付加した機種である。2つ目に、緊急事態を伝達できる機能がある。3つ目に、高齢者が容易に操作できるよう簡便かつ視認性に優れた操作部が配置されている。また、実績として、この機種は、警視庁の共同により開発された製品の後継機で、警視庁も特殊詐欺防止のため、同製品の無償対応を実施しているところであります。価格としては、類似通話録音装置の中でも比較的安価である。以上のことから、先に述べた機種がモニター事業で選定されました。市といたしましても、県が選考した理由が有効であると考えることから、同機種を採用したいというふうに考えております。下の写真のように、電話の前に電話回線を通話録音装置に取り付け、そこから電話につなげるものであります。財源については、予算書14ページ15ページをお開きください。16巻県支出金、2項県補助金、1号総務費県補助金、12節地方消費者行政活性化交付金で全額充当されます。説明は以上であります。ご審議のほど何卒よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。説明終わりましたら、会場よろしくお願いいたします。ご卒ございました。それでは次に、中間消防費、一校消防費、5目災害対策費、防災行政無線事業について説明を求めます。防災印象課長。はい、予算印象課長。おはようございます。おはようございます。それでは私から説明をさせていただきます。補正予算書の30ページから31ページになります。
31ページの一番下の説明欄をご覧いただければと思います。休館1項消防費5目の災害対策費です。002消防施設防災行政無線事業の01防災行政無線施設維持管理費581万3000円は屋外向け無線施設にかかる修繕費に不足が見込まれますので、その経費を措置したいものであります。内容を説明させていただきます。防災行政無線局の保守点検は毎年度施工業者事業者でございます NEC ネッツ SI と委託の契約を結んでおります。契約の締結後から8月までにすべての屋外顧客の定期点検をして9月に報告をいただくということになっておりますし、その他に随時の点検をお願いすることもございます。その報告には速やかにですね、修繕を要するもの、あるいは当年度中にはまた次年度には修繕をすべきものなど、劣化の状況により修繕の優先順位をつけているところであります。この修繕費の予算は一般には前年度の定期点検の結果を参考に次年度の対応すべきものをですね、要求をさせていただいておりますけれども、思いのほか劣化が進んでですね、スピーカーの故障ですとかバッテリーの不良、それからアンテナの破損など緊急的に対応しなければならないものをも帰結の予算の中で修繕をさせていただいております。今回補正をお願いするも、しますものは、そういった対応により予定する修繕に不足が見込まれる金額を計上しております。計上させていただいた金額は皆さんのお手元にお配りした資料の通りでございます。私からの説明は以上です。何卒ご審議をお願いいたします。ありがとうございました。説明ご協力ありがとうございました。いいですか。はい。町内の名前が違うんですか。これちょっと訂正しておいた方がいいんじゃないですか。はい。70番の、これは見て、70番の西山の28線のところに塚町になってみる、これ、それ塚市ですよね。はい、失礼いたしました。ありがとうございます。それから88番。これ、四日市と書いてありますけど、四日町でございます。はい、ありがとうございました。ご指摘ありがとうございました。素晴らしい。はい。はい、ご苦労様でございました。はい。適切な指摘がございまして、ありがとうございます。はい。20分まで休憩をいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。